春の簡単副菜スナップエンドウの味噌マヨあえ。スナップエンドウ 100g の筋を取り、斜め半分に切ります。塩少々を加えた熱湯で2分ほど茹でます。水気を切り、マヨネーズ大さじ2分の1、味噌大さじ2分の1、よく混ぜて、茹でたスナップエンドウを加え混ぜます。これで出来上がり。簡単美味しいので作ってみてね。